まだ6歳ですって。すごいわね。恩田まる子がピアノを始めたのは3歳の時。早くからその才能を認められて、6歳にして海外公演に参加。各国のオーケストラと共演、参加した。その音色にはしなやかな感性が宿っている。連れてけ。傷はつけるな。ガキは高く売れる。マルコ、おかち、うるせえな。言われてんのはガキだけだ。大人はいらねえ。おかっすね。こういうところは仕掛けは何？気をつけないとっすね。ダメなんすか？ああ、練習した通りにね。マジっすか。じゃあ頼んだよ。はあ、了解っす。石に近づくな。貴様、ここで何をしている？自分拾ったものを売る仕事してまして。情報もなしにここへ来れるわけがない。たまたま通りかかったんすよね。たまたま。名前は？いや、企業秘密っす。怪しいな。来い、取り調べる。仲良くしましょうよ。同じ場所で出会った者同士さ。連れて行け。いや、これも何かの縁だし、ちょっと近い近い近い。なんだこら、視界が。隊長、トカゲ石が。逃げるが勝ちってね。お、ラッキー。逃がすか。足早っ。Oh!
あっちゃん遅いっすよ。お腹すいた。のんきかい。疲れた。で、どうだい？手に入れたかい？バッチリっす。おぉ、いいねがつきそうだね。つか、結構命がけだったんすけど、この玉なんなんすか？知らん。だが、しばらくの食費になる。それ大事。いくらになるかな。なんと96銀河ドル。これだけ揃って足18本分なんです。おっとくオクトパス通販足18、足18までお電話ください。おっとくおっとくおっとくおひてめえバレた。やべえバレた。どこに行きやがった。惑星ギャルで待ってろっつったろ。おめえの姿もなければトカゲ石もねえぞ。どこにいる。ああ、こいつなんすけど、くっそ怪しいっすよ。怪しいってなんだ。てめえは俺様のファミリーだろ。ファミリー、ファミリー。だったら、ボスである俺様のところに持ってこい。腹減った。マルコ、腹減った。ボスゴロ、あっちゃん腹減ったって。うるせえ。いいか。俺市場で売られてたてめえを俺様が買ってやったんだ。なのにてめえ言うこと聞かねえで。しかもなんで俺様の許可なくオークションに出してんだよ。ボスゴロさ、宝にはいい宝と悪い宝があるじゃんか。これ多分だけど、おとなしく持って帰るとあんた死んじまうよ。え、どういうことだ。先着がいた。客だ。知らねえよ。てめえが先に取ったんだろ。持って帰。まあまあ、必ずいい金になって帰るんで待っててくださいよ。てめえ銀河中の金持ちを争わせる気か。あとそうだ、自分ちょっと休暇が欲しいなって。てめえに休みはねえ。銀河一の盗っ人集団に休みはねえんだよ。バイビー。て、あの野郎甘やかしたらすぐ来るだ。待って、あいつに甘いんじゃないっすか。ごたごたうるせえ。裏切り者は俺の手で殺す。この手に必ず。ドスゴロ怒ってる。だから薬やめろっつってんのに。現役退いて太ってから全然やめねえな。ドスゴロ薬大好き。この石ドスんとこに持って帰ったら、あいつバカだから追っ手にむちゃくちゃにされるって。だから代わりに売ってさ。金持ち。そう、それ金持ち。イエーイ、いっぱい食べれる。しかも宝の地図。ちょっと見てみてえじゃん。いや特にねえよ、個人的な感情はさ。ただどんな奴から私が生まれたか見ておきたいじゃんさ。それだけ。もし見つけたらマルコ母親と暮らすか。なわけねえっしょ。つまんなそうだし、ほらこのちっこい私もつまんなそうな顔してる。だいたいさ、母親なんてそんな大切にしなきゃいかんもんかね。こんな広い銀河にはいろんな価値観があるっつうのにさ、母親食う昆虫だっていんのにさ。自分はそろそろ自由になりてえなって。それにマルコのおかん、うん、もう顔も忘れちまった。向こうも覚えてないだろうな。でもさ、死ぬ前に一回は見たい宝物じゃんさ。いくらになるかな。おかんは売れねえよ。この石。ああ、
そいつを売ってさ、大金にしようぜ、あっちゃん。あおー、さて、いくらになるかな。我々が星を滅ぼすのは全てを支配するためだ。我々こそが銀河を滑る一族だからだ。貴様、我が星を滅ぼした罪、思い知れ。惑星ガルの生き残りです。同盟を結んでおきながら最後の一匹です。お前たちは家族を殺した。我々の家族を、星を、民を殺した。言いたいことはそれだけか。答えろ。石はどこだ。必ず殺してやる。心が残っているようだな。選べ。ここで死ぬか、我々に下るか。お前は必ず報いを受ける。愚かな。この銀河は全て黒き鉄へと回帰する。そこに貴様の感情は不要。父上。ハクアク。私はナブルということを学校では教わらなかった。ほう。試してみたい。これはまだ生きがいい。いいだろう。殺したら日記をつけておくよ。宿題。そうだ。あまり好きじゃない。引きこもっていてはいけない。お前はいずれ銀河の支配者になるのだから、学校には行きなさい。そして惑星の一つや二つ征服してきなさい。学校の宿題はそれを提出しよう。返事は。わかりました、父上。だろう。わかりました、父上。話せ。どこへ連れて行く気だ。同情はしない。あなたが弱いから滅んだ。大きな星は小さな星をいじめる。どうすればいじめがなくなるかなんて考えるだけ無駄。先生がいくら注意してもいじめはなくならない。あなたの星はいじめられて消えた。それだけ。あなたが弱いから星は消えた。それだけ。冒険さえあれば貴様らなど。オタクはいい。早く歩いて。グズは嫌い。なんだここは。ゴミ箱って知ってる。いらないものを捨てるところ。星を滅ぼすと必ず出てくるから。もし価値のある生命体がいれば、獅子、臓器、脳、脊髄、それらを売り払ってお金にする。不要になると捨てる。食事の時のゴミと同じ。そしてこのゴミ箱は満席になると自動的に銀河へと切り離される。今日は特にたくさんのゴミが出た。おとなしく下ればもっと少なくて済んだ。ねえ、あなたは私の父を殺したい。今すぐにでも殺してやる。貴様もだ。そう。じゃあ約束して。必ず父を。行く先が分かったぞ。どこ。発信機をつけてある。鉄船の軌道を追うに地球だ。地球。銀河にある青い星。図鑑でしか見たことない。その昔乱獲があった星だ。乱獲。いじめ。じゃあもうとっくに灰惑星。いや、まだ滅んでいないの。滅ばなかった。人類と呼ばれる生き物が生きている。文明レベルは低いが、一部の人類が外敵に対抗している。地球、懐か
知っているのか。うん。でも私はあの星から流れてくる音色が好きだった。銀河ラジオから流れてくるあの音色、もう昔の話だけれど、まだ残ってるだろうか。地球、青い青いその顔を見るに、まだ熟れてもいない。いじめられないといいね。マルコと銀河流。惑星ガルが廃惑星になりました。天然記念惑星であるこの星が滅んだことに、私たち天の川銀河では不安が広がっています。廃惑星では早速墓荒らしが始まっています。一番乗りのワンさんにインタビューです。この星は何もありませんでした。砂とガスだけですわ。皆さん墓荒らしを諦めゾロゾロと帰還しています。ジェシカ、僕のいとこが先週車上荒らしで捕まったよ。まあ大変。地球って知ってるかい？どんなところかしら、行ってみたいわ。炭素系生物がたくさん住んでいるようだね。中でも人類というものが知識を持って覇権を握っているようだ。彼らは毎日バナナを食べ、そうスウィート、猫を崇拝している。にゃー。まあ行ってみたいわ。お問い合わせは銀河観光省へ。See you next Sunday. ブヒ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 。飯作るか。いもいも、じゃがいも、玉ねぎ、キウイ、全部炒めてグラタン、グラタン。あ、あっちゃん、飯ねえわ。つか全部食ったべ。乾パンも全部空だわ。どっか寄って飯探すか。それとも非常食。ブヒ。どんぐらいで着きそう？ブヒブヒ。ほう、意外と早い。一日くらいは食わずに行けるか。最悪おみゃーを食う。ブヒブヒ。マルコ、右手に見えてきたよ。ほら、あれが。おー、すげー青ーい。地球、太陽系の中の一つ、奇跡的にできちゃった星のうちの一つ。ちょうどいいバランスで増えた生命体がいて、名前は地球人。それがあの星を支配している。早い、地球早い。早い早い。大気も生きている。海も青いね。ここが地球か。これは何だろう。巨人の門かな。これいくらくらいするんすかね。早い、地球早い。早い早い。朝と夕方と夜、3つの時間帯がこの星の特徴だね。やば、迷った。ここどこだ。どこに行くんだっけ。宝の地図には金という字と紐という字があって、どこだろうね。うち
喉乾いた。どこだい、ここは。羽の字も紐の字もない。ヒントが欲しい、ヒントが。桃、こりゃ完全に迷ったね。人に引っ張ってもらってるとすげえ速く感じる。あれ、なんかすごい建物ある。あれすごい、マルコすごい。あれ何？わかんねえ。でもなんだか歴史があるんすな、この星。なんか文字の形だんだん似てきた。すいません、この文字わかります？ここだ。あーやべえ、なんとか命あるうちに着いた。疲れた。さて、まずは飯。その通り。新しい惑星に着いたらまず飯っしょ。飯の匂い。頼もう、頼もう。ブヒ、いらっしゃいませ。あ、うちペットオッケーです。メニューメニュー、メニューメニュー。ブヒ、あの、ここは何がうまいっすか？はい、うちはもちろんおそばです。普段もこっそりやってるよ。スパゲティ食いたい。おすすめありますか？ね、カレーかな。蕎麦屋なのに。蕎麦屋のカレーってすっごい美味しいんだよ。じゃあそいつをください。はい、大将、カレー貼ります。はいよ。うん、もぐ、どうでした、どうでした、どうでした？こいつは55点。え、なんで？美味しかったでしょ。カレーは大体何でも美味しいっすからね。でも、マルコの55点は高い。そういうのいいですよ。大将、悔しくないんですか？悔しいよ。そんな猫背で言わないでくださいよ。私を満足させる飯があんのなら大したもんすわ。惑星ペペミケのそばはうまかったな。どこですか、そこ。連れてってくださいよ。隣町にあるんですか、それとも京都？ふざけた名前だな。店長、私そばの修行に行ってきます。お客様、名前は何ですか？マルコ。アルコ。ブヒ。まっちゃん、あっちゃん、ブヒ、私のそばを食らってください。今から作ります。お、いいっすよ。まだ食える。ブヒ、学校はどうすんだい？やめます。ようやく店を継いでくれる決心ができたか。ちょっと泣かないでくれませんか、いい大人が。飯がまずくなるんすよ。そうですよ、猫背で泣かないでください、店長。最近の女の子は怖いね。この世界は戦争でいろんなとこがなくなっちゃったけど、やっぱり料理の方が大事だと思うんです。学業より料理の方が生き残れると思うんです、私は。正しい。偉い。ブヒ、チョウザメの一本釣り大会で3位入賞の経歴があります。よく言った。そばくれ、そばくれ。ブヒ、学校になんか行かない。行かない、行かない。ブヒ、行くんだよ、てめえ何サボってんだよ。地球人とは、桜子パイセン。
ぜひ一元です。お昼のニュースです。昼休みだろうがよ。私無理ています。よろしくお願いします。いや、こっち見て助けこうのやめてほしい。で、おめえは何なんだよ。銀河ミシュランの調査員。なわけねえだろ。言い方汚ねえし、箸クロスしてるし、ペット連れてるしよ。どこ中出身だ。やばい、答えちゃダメ、見バレしちゃうよ。中学は出ていない。あ、え、なんなら小一で終えた。飛び級か。天才か。おひ、それにこいつはペットじゃない、非常食っすよ。メシア入るじゃないっすか。で、そのメシアがまずかったらもう非常食食うしかないんすよ。あ、どういうことだ。私たちで言うフレンチ行ったらまずすぎてポテチの方が美味しいなみたいな感じ。メンタル大丈夫か。つか豚か猫か犬か猫かもわかんねえやつ。猫2匹出てる。てめえは学校行くんだよ。あと竜。あ、竜、ドラゴン、ドラゴン。何かかっぱらってほしいもんがあったら連絡ください。自分そういう仕事なんで。泥棒さん。チッチッチトゥレジャーハー。すごい泥棒さんってこと。ほら行くぞ、てめえは学校来んだよ。うはー、やめて。まっちゃん、これ別れのクーポン券、次来たら安くなるから。ほら来い。痛い痛い痛い、骨折れた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 。桜子ちゃん、よろしくね。てめえが行かせろよ、保護者なんだったらよ。はっ、うん、おひ。続いてのニュースです。ゴールドコード市長の会見です。このゴールドコードを住みよい町にするために私たちは日夜頑張っているのであります。住みよいというのは、こんなにたくさんの人に囲まれていても安心してアイスクリームが食べられる町、そういう町です。これはゴールドコードご自慢のヌッペラさんちのアイスクリームで。早く食わんと溶けちまう。市長、どういうことですか。今回の政策についてどうお考えですか。市長、お答えください。なんか偉そうな子供っすな。大将、ごっそさん。またよろしく。さて、宝探しの続きをしますか。城から連絡あった。オークションに出しといた甲斐があったもんすな。ん、うひ。いや、なんか今妙な感じがして何もすられてないよな。よし、大丈夫。パタ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 、座標来た。どこだって。野球場。広い。ブヒ。ここで待てばコレクション場がやってくる。城、金持ち、もういるって連絡来た。城、おーい、城。座標は3022-7228。おい、マルコーン。いたー、城。やんや、お待たせ、いつもありがとうね。コレクション城だ。いかにも、我が輩はネズミである以前にコレクション長。マルコイズベストオブトレジャーハンター。イエーイ。昔はガラクタばかり出品してた子が、実に感慨深いね。ついにやったんすよ、自分。これは驚いた、本物じゃないか。金貨に一つしかない。値段は10億でどうだい。え、マジ安いくらいだ。やりー、わーい。これで一生遊んで暮らせる、人生上がりだ。お腹いっぱい食べる。何しよう、レストラン買おっか。いつでも肉まん食える店がいい。支払いは口座、キャッシュ。キャッシュで。オッケー、君たちの船に積み込んでおこう。
大変だったんすよ、これ。途中変な奴らに狙われたりして。変な奴ら？なんだっけ、緑の骸骨みたいな奴と、あと一つ目の連中と、あとはアスタルトがどうとかって。アスタルト。すまないが、この話はなしだ。え？奴に目をつけられたくない。やつって？ちょっと！マルコと銀河流。腹減った。マルコ、腹減った。腹減りまくる。会議しよう、会議。はい。現在地は地球。ゴールドコードという街なり。この石、危ないから捨てた方がいいんじゃないかと思う人。うん。売った方がいいと思う人。うひっ。美味しく調理した方がいいと思う人。ブヒ。はーい。捨てた方がいいと思う人。オッケー。わかった。とりあえず金にするか飯にするとこまでは付き合う感じで。めげずに出品。げ、赤番されてる。手詰まりだ。腹減りと眠気が同時に来た時は、いつも悲しい気持ちになるなぁ。昔はさ、練習がきつくてさ、その度に腹減ってたんだけど、練習終わると、コロッケ食って帰ってさ、そいつだけが楽しみだったんすわ。コロッケ、うまいぞ。こんな風にまっすぐ続いた道でさ、こんな風に、うん。それ、運指が違うから次もミスる。ほら、ミスった。あっちゃん。わ。この道を覚えてる？レッスンで嫌な気持ちで褒めてもらえない人かもさ、おかんは曲のこととかわかんなくても、うまいコロッケ買ってくれて、50円くらいでめっちゃ安いっすけど、めっちゃうまいんすよ。いやー、あれ食いてー。おかんは？おかんとかどうでもよくて、コロッケ食いてーっすわ。だって頭もげてるし顔わかんねえし。でもコロッケはさ、顔わかんじゃん。うん、コロッケわかる。うひ、非常食悪い。今すぐコロッケになってくれ。ブヒグヘヘヘヘヘ。コロッケコロッケ。ブヒブヒ。ヘヘヘヘヘ。ここで揚げ物になるんだよ、非常食。ブヒブヒ。小麦粉ないって。ブヒ。油もないって。ブヒブヒ。ん、なんて。これだ。もぐ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 。うま、間違いない、こいつだ、この味だ。うま。ブシ。非常食も食う？ブシ。食った食った、いい店したな。また利用する。それはいかんな。きっと捕まる。しょうがね、見るだけにしとこう。うまいぞ。ブシ。仕方ないわね、一個あげるわ。へ。試食みたいなものだから、もし気に入ったらね。わーい、あざっす。ただラッキー。おばさんだったな。マルコ、もう一口食べる。
よし、じゃあこの半分を 33% に分割して。できるかな、できるかな。どうした、腹減ったんか。やる。え、おみゃにやる。いいの？うん、ひもじいと悲しくなるしな。ありがとうお姉ちゃん。きっとうめえよ、どんな飯よりもさ。もったいない。あっちゃん、しゃーない、あの子はまだガキンチョだし。さーて探すか。そもそもそのために来たんだ、この星に。あたしだけの宝見つけてみせる、たとえ頭がなくてもさ。あれ、どうした？ない、ない、宝の地図がない。食べた。食べねえっすよ。うわー、やられたか。いや、でもあんなの欲しがるやつなんていないし。石は？うわ、あると。写真は？マルコがポケットに入れるとこまで見た。ブヒ、そうっすよな、ジャケットのポケットに。ブホ、安っ。マルコと銀河流。はあ、悲しい。もうあの子おらんかな。学校行ったかな。あ、いたいたー、まっちゃん。おお、今一番会いたかった。私も学校の授業終わらせてきた。あと、はい、これ忘れ物。まっちゃんの写真でしょ。うわー、よかったー、合ってたー、よかったー。そんなに喜ぶなんてすごく大切なものなんだね。こいつは宝の地図でね。あ、それで住所書いてあるの？ほら、写真のとこにさ。知ってんすか？この写真屋さん近所にあるから、古くて有名なの。え、ちょっと待った、連れてってもらえません？こっちこっち。パタ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 。ずいぶんと高いところにあるんすな。あら、これはうちで？うん、ほら、住所住所。確かにうちはたくさん取ってきたけど覚えてないわ、ごめんなさい。そっすか。でもおばさん、予備みたいなのって残ってないんですか？この子遠くから来たって。ほら、ポケットにエジプトの砂入ってるし、このレシートなんかフランスのだし。だからもうちょっと探してあげてくださいよ。ごめんなさい、さすがに古すぎて。いつくらい前？すんません、あんまわかんなくて。それじゃあ難しいわよ。お名前は？マルコ。名字とか？すんません。お父さん、ちょっとお父さん、知ってる？ねえお父さんってば、起きて。ほら、ほんとすんません、お邪魔しました。まっちゃん、いいっていいって、覚えてねえのがいけねえんすから。それに生きてるか死んでるかもわかんねえっすし、知らない方がいいこともあるだろうし。マルコ、マルコね。あ、そうだわ、ちょっと待ってて。確かほら、この子も同じ名前だったと思う。昔からピアノが上手かった子でね、有名だったんだけど。ああ、あったわあったわ。ほらほら、そっくりじゃない？これ私か。私こんな顔してたんか。おかえり、マルコ、どうだった？ブヒ、収穫あったか？うん、収穫あった。サンキューな、ルリちゃん。どういたしまして。よかった。つまらんかったのかと思ってた、ちっせえ頃はビビってて、何にでも怯えてひでえ暮らししてたな。それこそ親も金に困って売ったんだろうなってさ。でも、もしクソ親だったとしても、この時はきっと
楽しかったんだろうな。楽しかったんすな自分。よかった。わーい、わーい、めでたい、めでたい。ぽひぽひ。え、なに、なにダンス？私もやる。祝いのダンス。パタ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 、ぽひぽひ。非常食、気をつけないと落ちるよ。ぽひ。それじゃあまたね。うん、そんじゃな。今日も野宿？ただの野宿じゃね、収穫のあった野宿さ。きっと見つかる、マルコの宝。あ、そうだ、金があったらさ、この人にもいい服着せて、いい家住んでもらってさ、ちょっとくらい幸せに暮らしてもらおうよ。幸せ？私が笑ってたってことは、少なくともこの人のもとでは幸せだったってことじゃんか。だから恩返しっつうかさ、母親ってさ、ほらババアになっちまうじゃん。ババアになったら働くの大変だし、金があったらさ楽じゃん。服着てもらおう。うん、なんだろう、そんな気持ちになる。服着てもらおう。うん、金稼いで少しくらいあげようと思う。もちろん自分の中でもリミットは決めてんすよ。だらだらいてもいけねえし、この星の人と仲良くなってもそれはそれで情が移っていかんし、見たかった宝っつうのはさ、手に入れるだけじゃねえんすよね。手元に残んなくてもショーケースにベタって手つけてさ、指紋ベタってつくくらい、それでうわーこんな形してるんだって、それだけでいいんすよ。例えば沈没船ってあるじゃん、財宝がめっちゃあるやつ。あれって海の底に沈んでるからいいわけでさ、地上に引き上げたら急に普通じゃん。地中に埋まってる金塊だって埋まってるから魅力的なわけで、どこにあろうが宝には宝のふさわしい場所があって、何が言いたいかっていうと、宝なんつうのは見れたら私は満足なんすよ。マルコ、ん？腹減った。そうっすな、明日はたらふく食いてえな。これが噂の爆薬か。ええ、青い線と赤い線があると聞きましたが。多いな。調べます。黄色と紫と緑と桃色、白に黒に灰色はもちろん、金と赤のしましま、オレンジと青のドット模様。カラフルだな。死ねってことか。あと3分。間に合うか。調べます。いつか死ぬ仕事だからな、女子高生っつうのはよ。背中痛え。はぁ、はぁ、はこのベンチ硬え。腹減った。飯から探すか。ん、なんだあれ。ひえ、なんか燃えてんなぁ。すげぇ。何があったんすかね。あぶねぇ。その石、いただく。おい。ち、何者だ、あんた。個人的な感情はない。その石だけ渡してもらえればいい。なんなんすか、この石。かつて、銀河を支配する竜がいた。その竜が得意点から生まれ、エネルギーの結晶へと姿を変えた。石を意のままに扱えるのは竜の血を引く者のみ。そして石を操る者はこの銀河を支配できる。名前をトカゲ石。
だったら余計渡せねえすな。めちゃくちゃ金になりそうだし。気だるいことを言わないでほしい。死にたくなければ白夜に染まれ、いじめ、オーバードライブ。私には竜がついてる。その竜は銀河竜っつって、ブラックホールから生まれたんすから、要は腹ペコなんすわ。私が一番うまい時に食っていいよって約束をしててね。だから私のこと殺すのはその竜が許さない。この銀河は誰のものでもない。支配なんて不可能さ。マジでや、マルコ殺すって。マルコ僕の獲物だからダメだよ。約束をしてるんだ。僕が食べるって僕らの友情の前では何人かりとも無力なんだ。テテラリューバー出てくるバッテンテラレンケンテテコンケンコンコラレン。危なかった。時間ギリギリだった。一か八かだったっすな。あったり命がけ、力全部使っちった。次はもう無理。でも分かったことがある。この星での宝探しは時間制限がある。よかった、あなたたち急いでお家に入りなさい。お家？町の方は危ないから。町の高台で爆発がありました。怪我人が複数出ている模様です。うまっ、これあそこのコロッケじゃん。最高。おいおい母さん、また拾ってきたのかい。ダメじゃないか、勝手に拾ってきたら。よそ様の家の子かもしれないんだぞ。でもかわいそうでしょ、事件が事件なんだし。何があったんすか。町に爆薬を仕掛けたという知らせがあってな。何でもワニの姿が目撃されてるとか。ワニ？市長！うむ、私は次の選挙も見据えている。堂々と決断力のある市長でありたい。で、どうしたんだい。大変です、爆弾テロです。何？市民の避難は完了しました。しかしまだこの市庁舎周辺にも爆薬が。爆薬の中には赤い線と青い線が。待った、私はそんなことも決断せねばならないのか。専門家によると赤を切れば大丈夫だと。市長の決定を待ちます。よし、わかった、赤だ。赤い線を切れ。おのれテロリストめ、一体どこのドイツだ。このゴールドコードを脅かすやつは。すまん、先行きます。危ないわよ外は。いえ、ここで迷惑かけるわけにはいかないんで。お世話になりました。お礼にコロッケ置いてきます。これクソうまいんでおすすめ。あっちゃん、火薬の匂い。シャッ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 、マルコ出てこい。その子は関係ないだろ、話せ。約束を守らねえガキを迎えに行く親の務めだろ。どうしたことが。すまないマルコ、これも取引なんだ。思い出したか、銀河に綺麗も汚いもあるってことをさ。忘れちまうだろ、平和な星にいるのさ。ずっとイージーに暮らしていけんじゃねえか。でもそいつは違う。お前は知ってるはずだ。そんなうまい話はね、
この銀河を渡っていく。強い者には従っておかねえとな。必ず終わりが来る。おとなしく石を渡せ。お前は俺様のファミリー。そうだろ。見ろよ、赤い。お前の体に流れる血と同じ色だ。嫌だろ。同族の血を見るのはよ。ドスゴロ、そりゃねえっしょ。どうする。俺は自分の娘は殺さねえ。誰かの娘は知らねえ。こいつが死ぬか、おめえが石を渡すか、二つに一つ。この星には10年前に一気に人さらいがあった。よくある話さ。未熟な惑星ってのはいつか盗まれる。役立つにやる。でも俺様はその人さらいからてめえを買ってやった。俺様は命の恩人だろうなあ、マルコ。ここがよ、てめえの故郷だ。弱え星っつうのはいつだって綺麗なもんだな。でもおめえは違う。汚くて強い。汚くて強いんだ。シャー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 。どうする。故郷が火の海になっちまってもいいのか。だから薬やめろっつってんでしょうが。わかりましたよ。やっぱこの石は悪い宝だな。こんなにも生き物を変えちまう。何ブツブツ言ってやがる。石は渡す。その代わり爆薬は全て外せ。この町ではまだ見つけないといけない宝があるんだ。見つかるわけがねえんだ。ありもしねえ宝探して血迷ったね、マルコ。あるかどうかは探してみねえとわかんねえっす。先だ。ほら、シャッシャッシャ。それでいい。それでこそ俺の娘だ。え、教えたことはちゃんと守るな、お前は。先に行く。てめえも早く帰ってこい。あの、大丈夫っすか。ありがとうございました。いや、私のせいで、すまん。つか声でけえな。あの、私たち、友情が深まった気がするね。面白いことを言いますね。私、ワニに抱っこされたことないからすごい興奮した。未知の体験。やめときな、いつか死んじゃうって。あ、でも、さっき渡したのって、まっちゃんの大事なもの。しょうがねえんすよ。仕方ない。そうっす、くれてやりましょう。シャ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 。こいつがあればこの銀河は俺様のもの。うわ、なんだこれは。いい輝きしてるじゃねえか。揚げ物ですね。食いかけですね。シャ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 。最高じゃねえか。ボス、あいつに騙されたんじゃないっすか。見りゃわかんだよ。の野郎、マルコ絶対殺す。あん、うん、んだこれ、うめえじゃねえか。うまいものはうまい。それだけはどの星行っても変わらない。ドスゴロも嬉しいだろうな。うん、喜ぶ。二人とも、ご飯できたわよ。マジで？行く行く。ガーオー。あ、ルリちゃんも食う？え、いいの？もちろんよ。お邪魔します。いただきます。いただきます。チンジャオロースター。中華だ。中華。
紫と赤の隣にオレンジだからねって。やばいぜ時間が。もうその中間色を切りましょう。3、2、1。止まった。一体誰が。諸君、テロリストなら我々が撃